えにちじ。えにちじは、福島県山郡万代町にある新温州、豊山派の仏教寺院。かつては、えにちじと称し、明治の廃仏希釈で一旦廃寺になったが、1904年、明治37年に復興され、現在の寺号となった。平安時代初期からの寺院の移行は、えにちじやととして、国の史跡に指定されている。えにちじは、 平安時代はじめ、807年、大道2年に、法奨集の僧、徳一によって開かれた。徳一はもともとは、なんと、奈良の学僧で、布教活動のため合津へ下って、正常寺や炎蔵寺、柳津国蔵村を建立、合津地方に、仏教文化を広めていた。また、徳一は、合津の地から、当時の信仰仏教勢力であった。 天台宗の最長と三十一言実常論と呼ばれる大論争を繰り広げたり、新言宗の空海に新言宗未決文を送ったりするなどをしていた。徳一は八百四十二年、上は九年に死去し、今与え、金曜が後を継いだ。この頃の江日時は、時相三百、僧総平数千、死因三千八百を数えるほどの流星を誇っていたと言われる。 平安時代後期になると江日事は、越後から合図にかけて、勢力を張っていた上司との関係が深くなり、1172年、上安2年には、上司英より、越後国東神原郡小川省75河村を寄進されている。その影響で、厳平合戦が始まると、平家法についた白女職が、基礎吉中と品野国横田河原で戦った際には、 えにちじと頭の上丹坊が合図四軍の兵を引き連れて助諸への援軍として駆けつけている。しかし、この横田川原の戦いで助諸は敗れ、上丹坊も戦死し、えには一時的に衰退した。その後、中世に入ると、領主の庇護などもあり伽藍の復興が進み、憲法着色へにちじずから、室町時代には、複数の伽藍と共に門前町が形成されていたことがわかる。 しかし、1589年、天正17年のすり、上原の戦いに勝利した、伊達政宗が藍津へ侵入した際にその戦火に巻き込まれ、近藤を残してすべて消失してしまった。その近藤も江戸時代初期の1626年、寛永3年に消失し、その後は再建されたものの、かつての大仮覧にはほど遠く、1869年、 明治2年の廃物希釈によって廃寺となった。その後、多くの人の復興運動の成果が実を結び、1904年、明治37年に、自業使用が許可され、絵日寺という自業で復興された。なお、現在は、新温州に属している。絵日寺は、太平洋戦争後に発掘調査が開始され、その移行は、本寺地区、階段地区、 関音寺地区の3カ所に残されている。本寺地区は、江日寺の中心河蘭があった場所で、発掘調査によって、創建当初は、中門、近道、高道、食堂と推定される主要な建物が、南北一列に建立されたことが判明している。また、現在は、中心河蘭以降の東側に、薬師堂と二王門、さらにその東に、 流鳳寺不動堂と上段木屋等、中心仮乱の北には、徳一病が残されている。薬師堂にはもともと薬師如来像が収められ、合図後薬師の一つ、東方薬師として多くの信仰を集めていたが、相次ぐ火災によって消失したと言われる。現在の薬師堂は、明治時代に再建された。徳一病の内部には、平安時代に建立されたと推定される、逸話堂があり、 特一の墓と伝えられている。また、竜宝寺不動堂裏手の森には、王子のものと思われる土類や石類が現存している。現在、中心柄跡は、史跡公園として整備されており、2008年、平成20年には、近藤が、翌2009年、平成21年には、注文が復元された。さらに近藤内に復元された、薬師如来座像が2018年、 平成30年7月30日に公開された。階段地区は、本寺地区の西方にあり、丘陵末端部を利用して作り出された小山城の遺構が残っている。階段跡と伝えられてきたが、発掘調査によって、平安時代の石塔や仮想骨片が出土し、墓域ではないかと推定されている。また、階段跡以降の南側水田からは、 祖先建物や掘立柱建物、製鉄路の遺構が発見されている。観音寺地区は、本寺地区の北東 1.7km、標高570から 590m の山中に位置しており、5棟の祖先建物跡が露呈している。発掘調査はまだ行われていないが、規模や配置から、門、塔、本堂、蔵の跡と推定されている。 えにちは北東にバンダイ山、北にマヤ岳山、さらにバンダイ山の北に東山という山岳信仰の盛んな山を抱えており、その立地的な面から山岳信仰に大きな役割を果たしてきた。そもそもえにちの回帰は806年、大同元年にバンダイ山が噴火した翌年のことであり、噴火とえにちじ回帰との間に山岳信仰上の関連があるのではないかとする。 見方もある。東山の神社への参拝ルートは、江日寺門前町の本寺を支点とした、いくつかのルートが開拓されている。将来的には、史跡公園として、付近一帯が重要な文化財として広く公開される計画である。本寺地区南西部には、江日寺関連文化財の保存、公開や、発掘調査の成果を展示することを目的として1987年、 昭和62年に開館した、バンダイ山絵日寺資料館がある。開館日は4月15日から11月30日で、陶器は休館している。資料館の敷地には、マヤ岳山山頂にあった馬頭館の音堂、内部には、寿司や絵馬が収められているが復元されていたり、名水百選に選定されているバンダイ、西山六遊水群の一つである竜が、三遊水が飲水されたりしている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。